裏あと2本ぐらい取ったら OK？ もうそれも今捉えてますけど七不思議の裏不思議七裏よろしくお願いします。お願いします。2本ぐらい取れば多分大丈夫です。答えますけど、その質問にもしっかりと今日何本取ろう。俺の言い方もなんか嫌でしたね、うん、なんかね、もうあと2本取ったら OK？ ちょっとね、初見の人が聞いたら嫌な感じだなって。いや本当にね、そんなことでフレッシュに頑張ります。あら、すごいですね。お願いします。いいですね。ということで、はいはいはい、不思議でございますけども、ね、今日は、階段でございますね。いろいろいただいておりまして、ちょっとねパッと目通させていただいたんですけども、非常に面白そうな話が、はい、投稿階段毎回ございまして、興味深いですね今回もね。行きましょう。よろしくお願いします。今回の、うん、トップバッターは元気だな。いつも全然そんな風じゃないじゃないですか。岩本圭人さんです。誰ですか？知ってます、知ってますよ。さすがに縄文系統さんはもう知ってますよ。知ってるでしょ。知ってますよ。いつも送ってくれますからね。七不思議って入れたら、もうそろそろ、あのスペース打ち込んだら縄文系統ってね、検索出てきてもいいんじゃないかな。それぐらい投稿いただいてますからね。そうなんですよ。ということで、自分が以前、地元の熊本でバーを経営していた時のお話です。バーを経営してたの、縄文さん。バーをしていたんですって。そうなんだ。でそのバーには、いろんな元、レスラーなんでね、はいはい、そのレスラー仲間が飲みに来てくれたんです。すげえ。その中にあのはやぶささんもいました。ほう、はやぶささんも来ていただいて、朝方まで一緒に飲んでたという、とても経営していて楽しいお店でした。はいはいはい。築100年近い古民家の一角を格安で借りて、すげえな、昭和レトロな雰囲気にしていたのですが、一つだけ気になる点がありました。はい。自分には見えないんですけども、うん、店のカウンター席の奥に、うん、長い、黒い髪の毛で、うん、着物姿の女性がいると、うん、何者のお客さんが言うんですって。なるほど。でお笑いした方がいいよ、お笑いしないよみたいな言われたんですけど、全然悪い感じはしなかったですし、お店に幽霊がいた方が繁盛するとも、なんかこう聞いたことがあると。座敷わらし的なことでもね、あんなかんないけど、でそのままにしてたんですって、はい、でたまにカウンターの奥に、うん、コップに日本酒を入れてその女性にとこうね、お供えみたいなな、うん、置いてたんですって、はい、ある日店に行く準備をして出かけようとしたら急に熱っぽくなってきて、うん、頭がクラックラするので体温計で測ってみると39度の高熱。いきなり。急遽今日は店を閉めることにして自宅で寝ていたら夢を見ました。はい。そのお店に例の和服の女性がカウンターの奥でコップの日本酒を美味しそうに飲み干して、うん、ニコッと笑ってから店の扉から出て行きましたと。ほうほう。そこで目が覚めたと、うん、でなぜか汗びっしょりで大量の汗をかいたので、熱は平熱に下がっていましたと、うん、で着替えてテレビをつけようとした瞬間にドーンと地面が大きく揺れました、うん、熊本地震の瞬間です。はあはあはあ。幸い自宅は何の被害もありませんでしたが、そうだった。お店が気になって行ってみるとお店があった古民家は完全に倒壊していました。そうなんだ。もし熱が出ずに普通に店開いていたらと。なるほど。ゾッとしたと同時に、きっとあの和服の女性が自分を助けるために熱を出させてくれたんじゃないかと思っておりますと。すごいな、この人本出しいな。ね、ね、元レスラーの、ね、あ、体験した怖い話みたいな。もう何やったら、ね、俺らの名前で、うん、その出しましょうよ。ね、ジオンさんの体験だけど、そうそうそう、七不思議が語らせていただいたということでね。っていう体で、これもだって熊本地震なんて、あれ確か震度7とかのものすごい被害があったやつですよね。そう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 、熊本でね、あの熊本城のね、ちょっとね、そうだ、うん、崩れちゃったりとかしてね。そうそうそう、あった加藤清正の時代からの、ね、いやでもマジでそう泣きましたそうなんです。だから多分ね、何あの英語の学校通ってんのよな。英会話みたいな。今の髪型気持ち悪いですね。シマンソワソワソワって。フランス語っぽかったよ、なんかわかんない。シマンソワソワソワ。ソワ気持ち悪い。しますよねみたいなことの、ね、あれ特殊な形の表現ですよね。すごいな。すげえな。でも助けてもらってたとともに、なんかそこの女性っていうのも、なんだろう、その場所が危ないから立ち去ったみたいなことでもあんのかな。まあまあまあ、幽霊だとしたら別にね、まあそうだよね、それは関係ないんだろうけどね。だから本当にね、ジオンさんを助けたんでしょうね。いい例だったってこうね、お話的にね。こんなんだって
世にも奇妙な物語でやっててもおかしくない話ですからね。ショートショートみたいな感じでドラマとかにしちゃっても全然いいかもしれない、ね、と思ったりしますよ ね。ありがとうございます。では続きまして、はいはい、本日ももっさりワンコをトリミングするという苦行に打ち込むメガネ萌えでございます。メガネ萌えさんは確かそういうあれだ、そうそう、ペットショップとかトリマーとかもやられてるんですね。そうそう、ペットショップですね。はい、短い話なんですけども、結婚以前からつい、最近判明したことまで並べますので聞いてください、はい、夫と付き合う前に初めてご自宅にお邪魔した時に判明したのは、私と義理の母が同じ誕生日だったこと、そして結婚後判明したのは私の母と夫の おじいちゃん祖父が同じ誕生日だったこと、すごい、そして私たちの子供3人が出揃って気づいたのは、家族全員誕生日に2と7が入ること。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私はペットショップを経営しているんですけども、昔ブリーダーをやっていた頃、ワンコの出産日は必ず27日だったこと、そしてただいま自宅兼店舗の改築中なんですけども、親方さんが夫のいとこと同じ名前、そして夫と同年に同じ専門学校の別の学科にいたこと、奥様が私と義理の母と誕生日が一緒なこと、一番仲良しの大工さんが夫のおじと同じ名前、そして夫と江戸をまるっと一周した12年違いの同じ誕生日なこと、以上が私たち家族に長年起きている奇妙な一致ですと。ご縁というよりは何か運命のようなものを感じざるを得ません、なるほどね、数少ない八不思議目の話でした。素晴らしい。何ですかね、まあ、数字にまつわるお話っていうのもいろいろありますけど、ね、いろいろあったりはするわけですけれどもこれの場合はなんかそれですよね、2と7ってのもちょっと不思議だなと思ったな。家族全員誕生日2と7ってことでしょ、ね、27しかあれへんからあ、そうか、いやな、まあやったら今何月2日生まれとかね、そうそうそう、何月7日生まれってことだよねなんかこういうのって、あ、でもうちは特にないか、自分の家族でいうと共通点ね。でもあんまりね、その奥さんの方の何ですか、家族の誕生日とかってあんま覚えてないですよね。自分の親とか覚えてる？それちょっとまも1月、微妙、1月2月9月妹9月、あ、妹さん9月、9月、お父さんは、お父さん1月、2月、お父さん2月、24かな、あ、でもそういうレベルだよね。そうそう、おかん13かな、かなってなるじゃん、うん、俺も母親、まあ、母親は9月、そう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 、お兄貴、あ、兄貴は覚えやすい、1月2日、ああ覚えやすい、これ覚えやすい、めいこ12月、めいこ覚えてないぞ、一緒に住んでるおじさん覚えてないぞ、12 あと女性であるってこと、確かに、いやいや、めいこ言ってるから、そうか、そうか、ね、すごい偶然みたいなね、お話ありがとうございます、メガネ萌えさん。では続きまして、はい、みすずさんですね。あ、みすずさん、いつもありがとうございます、これは30年ほど前のお話ですと、家族で箱根旅行に行った際に、はい、箱根の関所跡の資料館で見た写真なんですけども、はいはい、江戸時代の写真で生首か人の肩くらいの高さの台に等間隔でさらされている写真でしたと、うんうんうん、生首がですね、これね、なるほど、生首が人の肩くらいの高さの台に等間隔でさらされている写真、あ、なるほど、本物の生首で、あの、びっくりした私は真剣に見てしまいましたと、はい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 、よく見てみるとその等間隔の生首の間に次々と違う顔が浮かび上がってきて、その写真に結構な数の生首と顔が写ってる写真になってしまいました。怖っ。その時は子供だったのでうわー怖いぐらいだったんですけども、数年後に高校生のレクリエーション旅行で再び箱根を訪れた時にまだその写真はありました。そうなんだ。私は友達にその写真のことをお話ししたら一気に全クラスに知れ渡って大騒ぎになりました。まあ広まるだろうね。やばかったかなとは思ったもののあまりにもインパクトのある写真だったので言わずにはいられませんでした。なるほど。さらに数年後再び箱根に友達と旅行に行って関所跡に寄った時はその写真はもう飾られていませんでした、うん、あ、そうなんだ。きっとあの大騒ぎで外されてしまったのではないでしょうか。見たかったね箱根の関所跡で見た不思議な写真の、そうなんですね。
僕もね行ったことあるんですよ一回箱根の関所、はいはい、でなんか資料館みたいのがあって、はい、見れるんですよ当時こんな感じでしたよみたいな、はい、でも俺が行った時って二十歳の時行ったんで、はい、そっから箱根行ってないですか箱根行ってないねああいやどっから出した今のは気持ち悪いかあでもああそうそうなんていうの関所は行ってないんだよああ旅行はねそう旅行は行ったわ、はい、東の沢っていうとこ行ったけどそう関所はねでもあれ箱根の関所って結構厳しかったって言いますからねええなんだお前はえ何来たんだお前はいや私が変なおじさんです志村か変なおじさんですえこのおじさん変なんですって誰が言うんだよそこでだって今だったら女性じゃなきゃいけないからねいやそうですね、 そうですねしかも石野陽子じゃないとダメですからね石野陽子もしくは優香優香それかあれだわあれなんだっけあの夏川なんだっけ夏川優衣夏川優衣なんか夏川凛夏川凛ちゃんいやいやなんだそうっすねなんかいたんだよなんかそんなね、いましたね、みたいななるほどねすごい体験生首がいくつもある写真なんで出してダメですけどねでそれにアリション見てたらその真ん中になんかいろいろ増えてきたっていうでも自分がもしね、うん、生首になってしまって、うん、ノブが何かをするじゃんか、うん、なんかこうひどい態度を働いて今生首にされるって俺相当のことしないと切られないですよで切られるじゃん切られてでほら証明写真とかでもさ、うん、なんだこの瞬間撮っちゃったんだろう顔の表情とかそういう感じの時の顔でさらされるの嫌ですよね、はい、あそうそうそううわこいつなんだこの顔喜んでんじゃねえのこれって言われる恍惚の表情が動画じゃないのにその表情やってくれるっていうね嫌ですね、嫌ですね今なかなか面白い表情でしたということで、はいはい、続きましていきましょう昨夜パジャマの上着を、うん前後ろ反対に着てしまい、うん、自分の老いをほのかに感じた赤レンコン将軍です赤レンコン将軍さんじゃないですか、つかみが ね、 いただけるんですね前後に着ちゃうなんてねありますよしょっちゅうありますから、ね、ありますあります全然寝てて、はい、全裸になっちゃうことありますあそうそう ねえよそんなこと寝ててなんで全裸になるんですか僕ね、はい、この僕しょっちゅうなんですけどあら、ちょっとね暖かくなってきてるし最近はいはい暖かいねで布団も履いてるんですよ、はいはい、で全裸なんですよ、はい、僕前日にね、うん、大量にニンニク食うて持ったんですよほうほうほうガンガンポッキしてるんですよ朝でそんな効くんだ僕 もうすぐ来るんでその栄養的な需要競争のものがもうめちゃくちゃ効果発揮しちゃうんで需要儲けとしたんだ需要儲けとしてるんです僕の股間が早朝になるほどでだめっちゃ需要儲けとしてるなと思って思ってねえだろ絶対ああ需要やなこれと思っててでなんて、ね、でも寝ぼけてるんですよそしたら子供の声が聞こえるんですよ、はいはい、でキャッキャキャッキャ言いながら、うん息子と娘が飛び出してきたんですよ、はいはい、でも僕の股間は自分も OK としてるわけですよしてるわけでこれは大変ですよこれは見られたくないよこれはでね、うん息子がね思いっきり飛んできたんですよおで僕のねジオンモケートしているね、うん、ジオンモケートにね、はいはい、あのジャンピングニードロップ食らわせたんですよ最悪でしょ折れんじゃねえかうわーって大丈夫かいや大丈夫だったんですけどすげえな何の話だこれっていうねであの息子さんが歌ってた歌何でしたっけチンチンカイカイチンカイカイって言ってますねなんかコメントでテンテンドンドンテンドンドンテーマじゃないですかって言ってる人いたよそれに影響受けてるかもねテンドンマン見ててそうそうテンドンマンのえテンドンチンチンにしとんの最低じゃないか息子よみたいな、ねえーえー、関係ないお話もねすいません本当にありがとうございます赤根御将軍さんでもめちゃくちゃ嫌でしょそんな最大級にジオン模型としてるところにいやボキって言えよもうニードロップされるのてかまず見られんのが嫌じゃんまあねおだってほら娘ちゃんももう3歳4ん娘ちゃん5歳です、ね、ほら5歳はもうちょっとまずいよなあでも全然僕もうフルチンでうろうろしてますすごっ全然原始人じゃないですか、ね、もう石を登っていいよそろそろもうチンチンをもうブランブランさせながらあのブロディみたいにね、うん、家の中を
いや鎖持ってんねん。わー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 、これデリゴリだ、これ。いやレッテレーっつって、ね、そう、移民の歌だからね。そうそうそう、ブロディの場合はな。ブロディみたいな名言あげますんでね。ということで、全然赤レンコすいません、全然進んでなくて話が申し訳ないんですけども、はい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 、2つありますと。ほう、2つ目は今日起こったことばかりです、うん、1つ目、数日前の午後、うん、YouTube で七不思議さんと西浦さんの怖い話総集編を見ていた。 ありがとうございます。その途中、天気予報アプリの、うん、雨アラームが鳴ったので、はい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 、一時、停止させて、上の階の窓を閉めに行って、うん、で、下へと戻ってきたところ、うん、一時停止していたはずの画面の中で、うん、モーモーさんが口をパクパクさせながら両腕を動かしていて、そしてピタッと動きを止めました。はい、と思いながら確認してみたものの、うん、ちゃんと一時停止のまま、うん、すぐ再生して10秒ほど戻してみましたが、私が見たような動きはモーモーさんはもうしていますけど。なんだそれ。あまりにも理解不能すぎて、その後はほぼほぼ音声だけ聞いて画面はよく見れませんでした。何それ、持ち悪いですね。口をパクパクさせながら両腕を動かしてたらしいです。その説はすいませんでした。何なんだろう俺のその奇妙な動き。でもいつもしますけどね。まあ、そうそう、よくやって、やってねえだろ、その口をパクパクさせて両腕を振り回すっていうのは。今やってますよね。やってないですよ。あの、いつも飲んでる薬が切れた時の行動ですからね、これね。やべえだろもう。なんで夜飲んでる。カズト君、薬飲まないと。もうね。っていうね、いつも。あ、これ2つ目読まないと。2つ目読まないとダメですよ。どうでしょう、2つ目、はいはい、今日の出来事ですと、はいはい、ちょっとした用があって午後から外出していましたと、うん、で百貨店や本屋さんなど回った後に地下の商業エリアの古書店へ行き、うん、夫はスポーツ雑誌の棚、私はその裏の小説の棚をそれぞれ見ていたと。なるほど。で前から探している本がないかなと、うん、背表紙のタイトル確認をしているさなか、怪談師らしき方の怪談本が上の方にあったと、うん、で一度手に取ったものを探している本じゃないので棚へ戻して、うん、本探しを再開したと、うん、で店の表にもある、棚もね、ちょっと見てみようとそちらへ行ってもう一度中に戻ってきた、うん、お目当ての本はなかったんですが、さっきの怪談本が気になったので、はい、棚から抜こうと手を伸ばしたところ、うん、その本が自分からピョンと飛び出してきたんです。突然のことに動揺したのは言うまでもなく、そんなことある。掴み損ねた本は床へと落下、うん、それを拾い上げて傷などできていないか確認して一旦棚へと戻し、はあ、また気になったのでもう一度棚から取ってみたんですが、その時には飛び出してはきませんでした。なるほど。そもそもその本の左右には本が落ちそうなほどの隙間があったわけではないと。最初に棚に戻した時もしっかり棚の奥まで入れたのを確認していたと、はいはいはい、一体何だったのだろうと思いながら中をパラパラめくっていったその時、うん、自分の斜め上、その本が置いてあった高さぐらいから妙な気配がしました、うん、と同時にその場でめまいが起こり、うん、この本はヤバそうだなと棚に戻しました。ちなみに、うん、その本のタイトルには、うん、キツネツキという言葉が入っていました。ほうほうほう、以上でございます。なんですかね、不思議ですね。キツネさんっていうのがね、なんかいたずらをするみたいなイメージも結構あったりもしますけれども、はい、古本屋もね、まあそうか、古書店って言ってるからね。そう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 、特に新刊本じゃないっていうところで、まあこの本っていうのが昔どこにあったかっていうこともあったりするわけだよね。そうですそうです。古ければ古いほど言われがあるやろうし。そうだよね。でももう今あんま見かけないようになりましたよね。それこそもう神保町とか行かないと。あ、そうそうそう。で多分なんていうのかな、あっても潰れていくんだと思うよ。そんなに採算は絶対取れないだろうから、時代的にさ、その個人経営の、うん、あったあった、古本屋プラス中古屋ファミコンのセットになってるような、うん、ようあったでしょ。ようあったよ。めちゃくちゃ楽しかったよね、あれ。ちっちゃい頃はめちゃくちゃ行ったけど ね, ね、俺も地元あったもん。あったでしょ。あったあった。で一通り欲しいゲームソフトいいなって見てから100円の、そうそうそう、ね、本のね、本買って買えるんですよ。そう、もう俺が通ってたとこなんで、なんか文庫本のさ値段をねいくらとか書いてなくて、はい、一番後ろのページの右上のところに鉛筆で150とか書いてあったから、ね、あったあった。なんかそういう個人経営のとこはね、はいはい、すごく覚えてますね。経文社とかのね、そうそう、ちっちゃいね、古いやつで、なんとか大百科みたいなのがようありましたよね。ちょっとその辺のことを彷彿とさせる懐かしいお話でもありましたよね。でも実際古本屋とか骨董品屋さんって、うん、
ちょっとその霊的な力がある人って働きづらかったりするでしょうね、うん、だってもうそれこそ前の人の思いとかがいっぱい詰まってるものがいくつも並んでるってことでしょう。だから中古品使えないって人も結構いるじゃないですか。 ZOZO タウンとかでもいるよね結構ね。ZOZO タウンの古着の方行くんですか。なんかその何ていうの、前の人が使ってたから嫌だっていうんじゃなくて、何ていうの、どこにあったか分かんないっていう場所であったりとかね。僕もねそういう時期ありましたよ。ああなるほど。昔はすげえ古着ばっか着たんですけど、はいはいはい、ちょっと古着気持ち悪いなと思う時がありました、ね、いやだから人のなんかは絶対入ってるはずだから ねと思いますよね。というお話です。はいはい、なるほど、ありがとうございます。では続きまして、はい、お願いします。こちらですね、うん、普通ねこの投稿会談ラジオじゃないですか。ラジオですよ。七不思議様へだったら分かるんですよ。はい、あの吉田モーモー様へって来てるんですね。あ、フロム僕にってことね。なんでこれ吉田モーモー様に呼んでほしいんじゃないですか。あ、じゃあ僕が、はい、なんねさん、はい、行きましょう、はい、私の体験談です、うん、家族の中で私だけ妙な感覚を感じる幼少期を過ごしていましたと、はい、小さい頃から過剰な期待を両親から受け、また男一人で残りの姉妹からも、男のくせにと責任感を感じる言葉が日々あるような日常であり、閉塞感がありましたと、うん、そのため小学生になった頃から自分を消したいと感じるほど屈折した思考がありましたと、うん、でこれはまだ5歳くらいの時期、今から40年前の話になる。小さい頃から独り言が多かったそうなんですね。である夏の夜、当時は姉妹と共に遊んでその後眠りについたと、そんな中何かに引っ張られるような感覚で目覚めたと、私は背中を壁側に向いた状態でしたが何かに壁側に引っ張られていると、はい、理解できない状態で声も出ない、はい、その間にも体は壁に近づいていくと、ずるずると引きずられ何が起こっているのか引っ張られている方向に顔を向けると、はい、壁に黒い穴のようなものが見えたと、うん、その中に黒い手がですね、はあ、何年さんのこと引っ張っていると。で怖くて泣きそうになりますが、怖いな、声は出ず涙が出るばかり、抵抗しようにも体を動かすこともできません。そうすると体が壁の中に引きずられた感覚を覚えたところで記憶がなく、はい、朝になり目を覚ましましたと、はい、夢かと思いましたがシャツを見ると背中の部分だけ伸びきり、体は壁に密着した状態で起こされていましたと、はい、シャツは買ったばかりのため親に怒られたことを幼少ながら覚えていますと。で寝ていた場所の壁の向こう側っていうのがね、もともとお仏壇があった場所だったと、はい、だそれが原因なのかどうか分かりませんが、幼少ながら未だに記憶する怖いと感じた経験です。なるほどね。お仏壇があった場所っていうのが関係あるかどうかはちょっと分からないけど、でもそれだとしたらでもご先祖が引っ張るような、でも先祖が引っ張ってくるんやったらね、なんか助けてくれてる気もするんですけど、まあね、その引っ張られてることが、うん、実はその反対側にもっと恐ろしいものがあって、そう思った俺ね、うん、そうしてたのかなとか ね、うん、お前を助けるためにそうしてたのかなとか思っ、まあでも何年さん的にはものすごく怖かったことは確かでしょうね。すごい体験ということで、ありがとうございます。今回もね、多岐にわたっていろいろ、そうですね、ありましたけども、もうこれからもたくさん送っていただいて、どんどん紹介していきますので。最近ジオン熱が熱いですね、階段のね。あ、やっぱジオンさん来てる今。今階段階で来てる。来てますよ。そろそろどんどん上がってきてますよ。デビュー。そろそろあの階段誌デビューするんじゃないかと僕は思ってますよ。でもあのジオンさん、元レスラーなんで、うん。そうですね。呼吸法がレスラーなんで。はいはい。この話はですね、ってなるでしょ。元レスラーなんで、ぜひそういうある種斬新ですからね。斬新。バックボーンが乗っかってるね。面白いですね。ということで、ということでありがとうございます。以上七浦でした。ありがとうございました。